専修大学馬術部から青柳宗也選手とカティサークです。2種目を終えて第6位の青柳宗也選手とカティサークがスタートいたします。初日の馬場馬術競技では第6位、昨日のクロスカントリー競技はタイム減点の 13.6 点、2種目を終えて 68.6 点の減点のカティサークと青柳選手、経済学部経済学科の4年生になりました。この乗りますカティサークは北海道の新冠町にあります須崎牧場で生産されましたサラブレッド、10歳の船馬、ティンバーカントリーとジャスミンブリーズの3区。競走馬時代は暴れ太鼓という名前で中央競馬を30戦3勝、松岡騎手がこの馬で競走馬として3勝を挙げております。さあ比較的ゆっくりとした走りで入ってきました。ダブル障害 AB とクリア。さあこのまま減点ゼロできますと入賞は確定いたします。第6位になりますが、6位以上になります。最終障害ちょっと近いぞ、踏み切り地点が近かった。走行タイムが69秒38、タイム減点が1点ついております。そして1落下の4点、トータル減点が5点となりまして、3日間のトータル減点73点。